はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ケケでございます。今回もね、ポケットモンスター XY ランダムフリー実況をやっていきたいと思います。今回10回目というちょっとした節目ですね、頑張っていきたいと思います。今回はね、3月6日現在録画してるんですけど、3月6日現在のレートのパーティーを持ってきました。ゲンガー、ペンドラ、クロバット、ニドクイン、ドククラゲ、ローズレイド、この6匹で現在レートに潜っているんですけど、このパーティーがね、ほんと安定するで、これがね、伝説ポケモンでもちゃんと通用するのかっていうのにちょっと頑張っていきましょう。相手ね、早速ゼクロム来ましたね。で、ボスゴドラ、ラムパルド、ギャラドス、コータスか。へえ、コータス、なかなかいいポケモン連れてくるじゃないか。で、クロバットね。コータス入れてるからって、マイナーパに見えないよ、そんなの。見えないよ、そんなの。ゼクロムとボスゴドラとギャラドスがいるから全然見えないよ、マイナーなんて。じゃあ頑張っていきましょう。初手ゼクロム来るとは限らないんですけど、どうなの？確か物理ですよね。で、雷撃打ってくるんですよね。二度クイーンは必須ですよね。でも二度クイーンを初手に出すとなかなか変な方向に行ってしまいそうなので、ここはペンちゃんかゲンガーで、ゲンガー行きましょう。ゲンガー、物理が多いのでゲンガーで、二度クイーンが必ずゼクロムを落としてくると信じて、選出して、特殊が少ないからここはもう完全に毒クラゲとロズレイが必要ない。で、今回、鋼、岩が多いし、物理も高いね、クロバットは必要ない。ってことで、ペンちゃんがなんとなく活躍しそうなので、ペンちゃん入れておこうかな。ということで、今回はゲンガー、ニドクイーン、ペンドラ、この3匹でいきたいと思います。さあ、ゼクロもどうやって買っていこうか。頑張っていきましょい。ニドクイーンでなんとか狩れると思うんですよね。雷撃は効果ないですよね。あと、ドラゴンだから激鱗覚えたっけな。そこら辺は多分耐えてゴツムでダメージだって、冷凍ビームか、甘えるで A 下げるか、ぐらいしたらなんとか、ゼクロムは落としていけるでしょう。さーて、対戦が始まらないよ。こういう時にね、トークスキルでターンとか持つんだけど、持たないのが僕だから、ここはのんびり待ちましょう。ちょっと長いよ。これ通信エラー発生したのかな？さすがに通信エラーやめてくれよ。これ何回目だと思ってんの？何回撮り直してると思ってんの？伝説ポケモン来る前どんだけ撮り直してると思ってんの？しかー、来ましたね。ランさん、対戦お願いします。ボスゴドラですよね。やはり来ましたね。最初からゼクロムが来るとは限らないですよね。じゃあゲンガーで普通に落としていきましょうか。じゃあここでまず栄養をとりあえず下げるために鬼火を打ちましょう。ここで鬼火を普通に当てていきたいとこなんだけど、これボスゴドラナイトという最強の新メガ進化しましたね。これで B が圧倒的破壊力になったな。これで大抵の攻撃力効かないから鬼火で普通に火傷でちまちまと。これで分かった人はいるでしょうかね。このゲンガーの方、このゲンガーの方ね、ヘドロゲンガーなんですよね。黒いヘドロゲンガー、シャドーボール鬼火、身代わり金縛りと、第5世代でもこの方はよく見たのではありませんか。この方はなかなかいい方ですよ。で、ここで身代わりを張って、相手がなんか攻撃技をしてくれた、攻撃技は吠えた！なんちゅう方や、メガボスゴドラでそんなことするか。はぁ、メガボスゴドラでそんなことする。初めて見ました。初めて見た。メガボスゴドラをそういう使い方するのか。ってことは普通に火炎放射で八つ裂きにしましょうか。もうそんな関係ねえ。もう A 下げても多分あんま攻撃してこないっていうのはもう分かりました。メタルバースト、わぁわぁわぁ、よーくわかった。メタルバーストなんだ。メタルバースト吠える。で、ステルスロック、あと1個なんか面白い技持っているということで、まあ、ゲンガーにもう1回戻しましょう。びっくりした。メタルバーストはびっくりした。もうまさかメタルバーストを打ってくるとは思わなかった。で、相手はここでもう1回メタルバーストを打ってくるでしょう。吠えた、読まれた、完全に読まれました。完全に読まれた。これペンドラが登場していく。こんなに読むってすげえな。やばい、メガボスゴドラでちょっとやばいぞ。これはかなり強いな。こいつなかなかのやり手じゃねえか。やっべえぞこいつ。自信打っていきましょう。
実質これぐらいのダメージだったらメタルバーストでは落ちないでしょ、ペンドラは。ここで普通に調子や、お、普通に抜群急所、ありがとうペンちゃん、ペンちゃんありがとう、本当に急所ありがたいぞ。でここで次はゼクロムかな、何が出てくるのかな。ここでゼクロムが安定なんだろうな、相手にとってはラムパルド、あ S が速いの、 S 速いからな、どうしようか。ここはここはなかなかの疑問だぞ。まあ、普通に自信を当てていこうか。相手自信か、タスキ潰されたからな、耐えて攻撃ってのができないから。お耐えた、そんな低くね、低くね、ちょっとちょい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 、低くね、急所、ペンちゃん、ペンちゃんありがとう、ペンちゃんありがとう、ほんとペンちゃんありがとう。ゼクロム来ましたね、ここは伝説ポケモン登場、久しぶり見ましたねゼクロムなんて、いつ以来だ、ほんとゼクロム見るのは。ガムシャラガムシャラガムガムガム、24、追い風、ここでまさかの追い風をしてきた。風を吹かせるとはなかなか、さすが伝説のクロスサンダー来たー、ここでクロスサンダーがぶつかっていく、かっこいい、かっこいいクロスサンダー、だけど対戦ありがとうございましただね。ミドクイーン行きましょう、ミドクイーン頑張ろう。ここで冷凍ビーム、わーちょっと食らったか、厳しいかな。ここで冷凍ビーム来い、激凛だね、分かってる、激凛を耐えればいいんだ、耐えろ、お前なら耐える、お前なら頑張って、落ちる、でも5つ目で落ちていく、対戦ありがとうございました。よし、最後5つ目で落ちるというなんか変な感じに終わりましたが、これが作戦というものです。対戦ありがとうございました。はい、今回は反省会ではなく、重大発表の方をやっていきたいと思います。まあ、一つだけありますね。まあ、ちゃちゃっとも早めに言っちゃいます。重大発表とは、もうかなり前になりますね。フリーホラーゲーム実況を休止って発表したんですけど、3月8日、この日から、フリーゲーム実況の方、フリーホラーゲーム実況の方を再開したいと思います。理由としては、まあ、一つ、ポケモン実況の方にちょっとね、安定が、ポケモン実況の方安定してきて、もうそろそろ他の実況も手を出してもいいんじゃないかという時期になったのと、ただ単にフリーホラーゲーム実況がしたかったという、もうしたくなったという、その二つの理由で、この重大発表をね、することになりました。フリーホラーゲーム実況の方はね、日曜日明日か、それとも明後日、まあ、どちらかにパート1の方が上がると思います。もう、正直言うと、もう実況の方は撮り終えています。もう楽しすぎて1日で全部撮り終えちゃいました。あとは編集するだけなんで、ちょっと早めの更新になると思いますが、ぜひね、フリーホラーゲーム実況の方もご視聴くださいと。まあ、この一つの重大発表ですね。まあ、反省会は今回なしということで、この重大発表だけとさせていただきます。ではね、また明日か明後日、動画アップされます。ポケモン実況の方はね、毎週土曜日投稿っていうのは変わらず続けていきたいと思いますので、まあ皆さんもね、楽しみにしといてください。では、この辺で重大発表を終わらせていただきます。じゃあ、さよなら。